算数クイズ、意外と間違える普通の分数計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。間違えて計算する例として、2分の1と4分の1を最初にかけてしまい、その時点で約分して1とするケース、または8分の1を逆数にして8とかけて64とするケースがあるようです。いずれにしても、この場合は掛け算を先に計算してはいけません。左から順に計算するか、または右上のように割るの直後だけを逆数にして約分して計算すると、4が正解となります。おまけ問題です。5秒以内に計算できますか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。